はい、皆さんこんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、小さな会社事業主のための LINE 集客の3ステップというテーマでお届けをしていきたいというふうに思います。で、今回ね、こちらに LINE でステップメールでこちらの書籍もね、弊社が出させていただいてるんですけども、これにちなんでですね、今回この LINE 集客っていうテーマでお届けしていきたいと思います。で、今回の動画っていうのは、年商1億円事業をこれから作っていきたいよっていう方だったりとか、もちろん今会社をやっていてとか事業主の方で集客安定させたいとか、売上をもっと安定させてもっと利益をいっぱい残したいよっていう方だったりとか、全国にですね、証券を取ってオンラインでですね、販売促進をしていきたいっていう方にはですね、うってつけの内容となっておりますので、ぜひ楽しみにね、しておいていただけたらというふうに思います。で、今回はね、この動画を最後まで見ていただくことによってですね、実際この LINE アットっていうのはそもそもどういうふうに使っていけばいいのかと、そしてこの LINE アットで集客っていうのは、言葉としてはよく聞くけども、具体的にどういうふうな形で成果につながるのかっていうところがいまいちよくわからないよという方も結構いらっしゃると思いますので、そこら辺とかね、あと最近流行のこの LINE でステップとか、そういうテーマについてお届けしていきますので、ぜひね、この動画最後まで見ていただけたらというふうに思います。で、まず1個目なんですけど、この LINE 集客3ステップということで、まず1個目のポイント、これはですね、まず LINE で集客するためにすごい重要なのが、いわゆるそもそも LINE アットって何かっていうと、普通のね、ご家族とかとやり取りしてるあれの LINE とはまた別で、ビジネス版の LINE があるんですね。メールマガジンの LINE 版だと思っていてください。個人でも無料で発行できる、そういった LINE アットというものがありますと。で、この LINE アットに、いわゆる、これがいわゆる見込み客リストっていうことになります。お客様の、名簿っていうのが、一昔前とかだったら、昔だったら、紙とかにね、お客さんの電話番号とか住所とか書いて、それでね、名前、氏名。で、そこから、メールマガジンの時代になって、今の時代でも LINE ですと。もうお客様の顧客リストは LINE で取る時代。なので、今っていうのは、この LINE アットにいかに見込みのお客様に登録してもらうかという流れを作るのがすごい重要。で、そうは言ってもですね、これは、どんなマーケティングショーでもそうなんですけど、昔からある無料オファーっていうやり方でして、やっぱりお客様というのはですね、何かしら、得がないと、あなたのメールマガジンを登録したりとか、あなたの LINE アットに登録しようとは思えないので、重要なのは、お客様から喉から手が出るほど、お客さんがその商品欲しいですと、思っていただけるような特典プレゼント、いわゆるサービスですよね。それを作り込んで、手厚いサービスを作り込んで、これをあげる代わりに LINE 登録してね、みたいな。LINE 登録してくれたらこれあげますよ、みたいな形で LINE に集めていくっていうのがすごい重要です。無料オファーっていう概念です。この考え方っていうのは昔からありますよね。例えばティッシュ配りもそうじゃないですか。フリー戦略って言ったりしますけども、ティッシュ配りですね。バイトの子に人件費をわざわざ使って無料でティッシュ配ってるんですよ。あれに何の意味があるのかっていうと、あれをティッシュ配りすることによって、1万分の1かの確率かもしれないけども、そのティッシュの折り込みの中に入ってるチラシを見てマンションを購入する人がいるんですよ。あれを見て、それで脱毛サロンを契約する人がいるんですよ。そのための広告宣伝媒体としてティッシュをまずは無料で配って、そのうちのトップ、0.1% とか、もしくは 1%、2% の濃い見込みのお客様を獲得するためにも、やっぱりリストを取る必要があると。なので、まずはやっぱりこちらからギブをする。まずは先はギブするということですね。で、皆さんの場合とかであれば、基本的にそういった特典とか、コンテンツ、今であれば、インターネットで、その PDF でのその情報コンテンツであったりとか、動画解説コンテンツであったりとか、例えば、最近、ダイエット系とか治療系とかでもですね、やっぱり今オンライン化してますので、パーソナルも今、ズームでできる時代ですのでね、そういった、ダイエット系の授業をされている人とかであれば、そういった、動画コンテンツとかを、無料オファーとしてちゃんと作り込んだものを、プレゼントとしてお客様に、与えていくということで、 LINE のリストを取っていくっていうのがすごい重要になります。で、二つ目としては、やっぱりこの LINE で、ノウハウ価値観、ね、LINE で登録してくださった方に対して、LINE アットっていうのは一斉にメッセージを送ることができるわけですよね。こういわゆる見込みのお客様とですね、この連絡をいつでも取れるようにしておく、そして情報をいつでも、やり取りができるようにしておくっていう状態を作っておくのはすごい重要なんですよ。で、そうなった時に、この LINE ではですね、一斉配信ではいわゆるノウハウだったりとか、自分の価値観っていうのをしっかりと発信していくっていうのが、結構重要だったりしますね。で、もちろんこれどれぐらいの配信頻度でやった方がいいのかとか、どれぐらいの配信ペースでやった方がいいのかってちゃんとノウハウはあるんですけども、実際にこのファン化を分かるときすごい重要なのがですね、これはどんなマーケティングでも一緒なんですけども、人間にはですね、右脳と左脳があります。いわゆるお客様のですね、ロジックを動かしていきながら感情を動かしていくっていう、この二つの側面っていうのが、すごいマーケティングでは重要だったりするんですね。よく商品が売れませんっていう人とか、教育、いわゆる見込みのお客様に自分の価値を伝えるのが下手くそな人っていうのは、で、なんかですね、いつもロジックでの、
発信だったりとかロジックでの教育がメインだったりとかして、なかなか感情を動かせなかったりとか、逆に感情を動かすのはまあ女性とかだったらめちゃめちゃ上手なんだけれども、なかなかロジックでの側面の訴求が弱かったりとかすると、やっぱり世の中にはですね、感情で物を買う、まあ大体人は感情で物を買うって言ったりもするんですけど、ロジック派の人もやっぱいるわけですよね。そういう人に対してはロジック面での訴求をしてあげた方が、購買であったりとか訴求もやっぱり強い、アプローチができますので、まあそういったところで、まあ右脳ってのは感情的な部分で、左脳ってのはロジック貼っていたりしますけども、そういったところでやっぱり文章だけではなくて、そういった動画とか音声でその右脳、いわゆる感情面を刺激するような、そういった動画を使ったマーケティングとか、今とかであれば LINE 一つでブログの送れたりするだけではなくてですね、動画を見せたりとか、あとは音声を送れたりもできるんですよね。もしくは、11分以内のですね、まあ、こういう、例えばこういうとこ旅行行ってきましたっていうのをリッチビデオみたいな形で LINE で送ることもできますので、まあ、そういった形で、いわゆるですね、あらゆる多角的な角度からお客様にですね、情報を発信していくことで自分のファンになってもらう。そして、お客様もですね、その購買欲っていうのを徐々に徐々に高めていくことができるのはこの LINE でありますということですので、まあ、ぜひですね、よく LINE を使ったマーケティングやってるんですけど、売れないんですっていう人とかは、文章だけじゃなくて、これ動画もしくは音声とか、いろんな角度からのそういったですね、訴求っていうのを心がけてみていただくっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい。三つ目、もちろんですね、この LINE アットのですね、配信の内容ってのは全てテンプレート、型があります。こういう順番で、こういうテーマに沿って、このタイミングでこういう配信をしていくことによって、売り上げが上がる。そういったテンプレートがあります。で、そういった内容についてはですね、もちろんうちの学科弊社ではタクスっていう就学支援サービスがありますので、そちらの方でも提供させてはいただいてるんですけど、まあ、LINE アットからですね、具体的にどういう流れで販売につなげていけばいいのかっていうところはですね、もう基本的に LINE アットっていうのは、一対多の、やり取りだけではなくて、1対1のワントゥーワンマーケティングができるものになりますので、まあ、そこから、興味があるお客様にハイと手を挙げていただいて、そこから個別でのクロージング、個別での販売っていう営業という形に持っていくことで、販売につなげていくという形になります。最短のフローとしては、まあ、1週間から、早い場合だと本当に1週間とか、まあ、大体通常の標準で言うと3週間ぐらいって感じですね。で、そこから、まあ、1ヶ月、まあ、遅くとも2ヶ月以内にはそこから購入につながるというような流れというのをしっかりと作ることができればですね、自宅から一歩も出ずに、オフィスから一歩も出ずに売り上げを上げていく、こういった仕組みを作ることができますので、ぜひですね、これ感じで、LINE アットをぜひ活用していっていただけたら嬉しいなというふうに思います。そしてね、もっとね、さらに SNS を使ったマーケティング、LINE 使ったマーケティング知りたいという方はですね、こちらの、概要欄からぜひね、プレゼントもお渡ししておりますので、ぜひね、LINE で友達になっていただいて、こちらの動画アプリゲットしてみていただけたらと思います。またこちらのね、書籍もですね、概要欄の方からぜひお求めいただけますので、ぜひこちらも見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上という形になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。